えー、時間よ止まれという回はですね、まあ、あの、劇場版ではですね、もうあの、カットされてるんですよね。よく言われるのが、まあ、あの、大して必要でない回なので、劇場版でカットされたみたいに言われるんですけど、とんでもなくてですね、えー、それはもう大間違いですね。多分、機動戦士ガンダムの中でも、まあ、第1話とかですね、あと最終回の2つ前、光る宇宙ですか。あの、あのあたりが、まあ、最重要回だ。 っていうのが、まあ、多分一般的な感覚というか、まあ、僕もそう思うんですけども、まあそれ以外にも見逃せない回があると。今回の時間よ止まれっていうのは、この回が唯一、富野義キ本人、ガンダムの監督本人がですね、演出もですね、コンテも、あとシナリオも全て自分で書いた回なんですね。で、テレビシリーズのですね、その監督っていうのはやることがすごく多いので、 だ大体全部投げるんですよ。シナリオはシナリオライター軍団に投げて例えば3人とか4人のチームに「えー、あなたは第何話第何話」第何話っていうふうに得意分野ごとまたはもう本当に順番で全52話あったら13話ずつやってもらったり6話ずつやってもらったりとかそういうふうなやり方するんですね。でコンテも、まあ、あの会社から言われて全部自分で抱えたらそんなのできないに決まってるからとりあえずコンテ一本30分番組のアニメのコンテ1本切るのにやっぱ23週間かかるわけですよね。なので もうやっぱこれも2、3人のチームでやらないとどうしようもない。だから監督はとにかく監督作業にだけ徹して、シナリオも発注するし、コンテ,ンテンも発注するし、1話1話の演出、この場合の演出、アニメーションの演出って何かっていうと、その打ち合わせ、各アニメーターとの打ち合わせと、あと撮影出し、セル、完成したですね、作画のセルですね、透明な板と後ろの あの、水彩絵の具で描いて、背景と合わせて出す撮出し、撮影出し作業ですね。これをやって最終的な微調整をやるのが、まあ演出の主な仕事というふうに言われてたんですよ。で、それらすべてをですね、その監督でありながら、この14話の時間を止まれだけはですね、富野義之本人が俺がやるというふうに言ってやってるんですね。で、その結果何ができたのかっていうのがですね、今回のお話のポイントになります。